の売り上げは多分ね。いやいや違うんだって、ま、15% 分ぐらい取られたから。違うんですよ。だってこれ色がロイヤリティ、ここでほら意見が分かれてるじゃないですか。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。フランチャイズオーガナイザー佐々木さんとフリートーク、よろしくお願いします。というわけでね、今回ちょっとね、はい、特に用事はないんですけど、毎回そうですよ、自分の回の時。いやいやいや、まあ、ないがしろ感がすごいですけど。何もないのに出れてるってのはね。いや、そうですよ。いや、嬉しいんですよ。もともとファンですからね、FC チャンネル。いやいやいや、競合他社です、競合他社。いやいやいや、ね、ぶり返してます。ダメです、世に出してはならない存在を世に出してしまったの。いやいやいや、僕は今後悔してますけどね。いやいや、竹村さんがブログ発見するから。もう僕は競合他社だと思ってない。そうですよ、こんなの世に発掘するから、我が社の売り上げは多分ね。いやいや違うんだって、ま、15% 分ぐらい取られたから。いやいや違うんだって、これロイヤリティ、ここでほら意見が分かれてるじゃないですか。これオーガナイザーみたいな色を出せばこっちの色がよりまた映えるんだ。そうですよね。いや最近もさ、どうやらさ、あれじゃん、なんかさ、うちのなんか本部の学校の生徒を辞めたところさ、回収してなんか真っ暗いにこだわらないんだよ。あー、うさぎやった、あー、うさぎやった。まあいいでしょう。違いますよ、オーガナイザー受注して、うん、なんか自然と辞められただけですよ、自分が自然と辞めさせた。いやいや、辞められたんですよ、自然と辞めさせた。本部の学校よりオーガナイズの方がいいでしょ。いやいやいや、ね、違う違う、それで自分は何も言わないですよ。で、乗り換えさせて、それでまるで自分の案件のように持ってきて。いやいやいや、そんなこれ一つは商法ですから。商法じゃないでしょ。本部の学校がね、ちょっと合わなかった人はオーガナイザーし、逆にちょっと今オーガナイズされてる皆さん、本部の学校の方がいいかもしれませんよ。だからそこはいや、いいと思うんですよ。でちょっと割引で結局なんかね、なんか良くなればいいじゃないですか。より良い本部ができればいいんで、そこはなんかシェアしながらでいいと思うんですよ、ね。そうだよ、さすがにちょっと鹿児島のラーメン店をしっかり相談乗るとかまでは確かに俺もできなかったかもしれない。そうですよね、故郷愛はあったけど、めっちゃ美味しかったしね。そうです、いいと思ってたけど、はい、そこをオーガナイズしてくれて ね、こうなんつうの、復活させて持ってきてくれるんだ、嬉しいよ。いや、そうです、そうです、うん、本当に、うん、だから自分から辞めた方がいいですよなんて言わないんでね。ちょっと引き抜きなんじゃないかなって。いや、ないない、辞めた方がいいですよなんて一言も言ってもないです。本当誤解いただきたくないのが、もともとファンなんですよ、フランチャイズチャンネルの。フランチャイズチャンネル出し抜こうなんて発想は本当に1ミリもないです。本当にフランチャイズチャンネルさんが良くなればいいなと思ってフリグマも活動してますんで。そう、だから本当誤解しないでくださいね。いや本当だけどね、僕もね、クイズ番組食べてすいませんでした。いやいや、それは全然全然クイズもうやろうと思ってないんで、あんまりね。いつかね、竹村さんが日程合わないときは解説席呼んであげようと思って。いやいやいや、それは恐縮です。いやいやいや、ぜひぜひ。お酒飲めるからね。あとはね、1回ぐらいね、僕もクイズ本当に聞かないでやりたいと思ってるから。ああ、その時の司会とかね、なんか分かんないけど、あと早くね、そっち出てそっちでクイズしたいわ。あ、そう、いやでも、そう、日程調整しなきゃね。林社長がいらっしゃるんだとクイズなんてしないですよ今。自分のチャンネルはもうクイズ会以外が人気なんで。そうなんです、ね、そうです。林社長いらっしゃるんだと本当にもうトークだけでいいです。ああ、そうですか。いや、はい、なんか、まあ、どうですか、オーガナイザーは第1回が、うん、あ、そうなんですよ、ちょうどこの前試験が終わりまして、1期生がね、で前田さんが1位、ホワイトニングカメ佐藤さんが2位で、首席は試験免除なんですよ、はあ、で前田さん受けてないです。これぜひぜひ、なんかもしよかったら見てみたら、第1回の試験です。じゃあ解いてみようか。どれどれ、養成講習前田さん以外の方が受けたテストです。これに受からないとね、え、資格が付与されないっていうやつですね。だってフランチャイズ僕何年やってると思ってんの。確かに、ね、そんなんで余裕ですよ。そんな問題いきますよ。第1問目、まあ、丸1と丸2、はい、なんと、はい、わかりません。第2問、A に当てはまる語句、うんうん、これいけるんですか。こんなんで、ね、わかんないね。ちょっとね、難しいですよ。フランチャイズ本部をオーガナイズするっていうので、まあ、5ヶ月間勉強しますから皆さんはね。いける、全然わかんねえわ。江戸時代のドラッカーと称される当時労働者から圧倒的支持を得た。そうそう、ちょっとフランチャイズ、フランチャイズ以外の話かよ。フランチャイズ以外の要素もね入ってた。それもね、ちょっと養成講習来ていただくと、なんでこれが出てるのかっていうのもちょっとわかりますね。うん、
こんな問題なんだ。ライバルはあの JFA 日本フランチャイズチェーン協会のフランチャイズ経営士なんで、フランチャイズオーガナイザー試験もこうやってしっかりとやってます。最近あれなんですよ、あの加盟検討者向けのオンライン相談サービスみたいなのを始めたんですよ。あれさ、ね、偶然伊藤くんの企画の人が30万、いや本当本当偶然です。ないんだよね。いや本当そうです、うん、フランチャイズチャンネルさんで、うん、伊藤さんの企画としてね、加盟検討者の相談乗りますって企画が配信された、うん、その日の夕方か昼間ぐらいにフリグマとして加盟検討者のオンラインサービスを始めますっていうリリースをしたんです。これは内部にスパイがいますね。いやいや違う、本当に偶然なんですよ。でこっちはまあ2万円で1時間オンライン、30万と2万円だからね、そりゃね値段だけで見たらそうですけど、まあまあそのね、アテンドしますもんね、フランチャイズチャンネルさんはね。自分は1時間だけのオンライン相談なんで、しかもオーガナイズ以外のフランチャイズの本部への加盟もまあ乗りますよ、相談も乗りますよって感じ。全然性質は違うんで、フランチャイズチャンネルさんが支援してるところに加盟検討してたら、絶対フランチャイズチャンネルさんの伊藤さんのアテンドのサービスの方がいいですよね。なんでめっちゃ自分がフォローしてるんですかね加盟検討者向けにやっぱ支援していくっていうのも健全化にはすごく必要だなと思ったんで、まあそういうサービスもリリースしたっていう感じですよ。いい人だよね、よく2万円でやるよね。そうなんですよ。竹村先生無料でやられてるじゃないですか、はい、あれ、まあ、要はそのしっかりとっていう意味合いで2万にしたんですよ、うん、自分は。いや本当に彼が考えてきた企画なんですよ、彼は、ね、はいはいはい。でまあ値段とかはね、まあ、みんなで考えましたけど、申し込み者いますよちゃんと。そうですよ ねすげえ人とか来てますんで、はい、あのまあ、よかったなと思ってますよね。そうです。話は変わるけど、はい、ビジネスチャンスさんとはどうですか、仲良しですか。仲良しですね。なんか詰められる感じですか、これ。最近どうですか、ビジネスチャンスさん。いやいや、まあ、いいんじゃないですか。あのこの後もなんか交流会みたいな、そうなんだ、はい、参加していきますけど、だから、ね、ビジネスチャンスさんは佐々木さんも出てるし、あとね、はい、古川さんも出てますね、出てるし、はい、前田さんも別途、前田さんも出てるし、報告出すね、一人出てない反射チェック引っかかってるもんね。出たいんですか、逆にこんな有名人が。いやいや、そんな、いやもういいじゃないですか。いや言われたら出てあげてもいいよと思ってるんだけど一応まあなんかその姿勢が問題なんじゃないですか。前田さん、古川さん、はい、佐々木さん、竹村さん、はい、不買運動しようかな。そんなビジネスチャンスは、うん、あの、あれ、ここでいろいろレビューとかするようになってから、はい、良くなってると思いますよ、はい、それはこの番組の役に立ってると僕は思いますよ、うん、そうですよね、やっぱりね、さら、うん、されるわけなんで、うん、変なもん出せないぞっていうね。低評価したところからさ、おうおうおう、むちゃくちゃ良くなってますよ。これはあると思います。緊張感出ますよね、編集側もね。この間の新興 FC の特集とかすごい良かった。いや、良かったです。地球上にさ、ビジネスチャンスをレビューする媒体なんて我々しかない、ね、いや本当そう。こういう記事が面白かったらツイッターで書いてほしいよね。確かに。ビジネスチャンスのね、編集長のへね、あのコラムが深いねなんていう番組さ、いや本当にあれは深かったよね。そう、前回の内容はね、そう深かったよ、ね。まあ、最初からいいね。だから僕は一回抜けた時に怒ったんだから。確かに一回休みましたよね。一回抜けたでしょ。はい、ページ編集の都合でってから。いや、そんなダメだ。嬉しいっすよね。うん、アントレ あの雑誌も出てほしいっすよ。うん、そうだよね。うん、いい悪いあるけれども、やっぱり業界としてはあってほしいし、うん。フランチャイズのさ、いろんな媒体のところともさ、仲良くしたいんだけどさ。何のコラボも何の話も来ないんだけどさ、警戒されてるんですよ。なんか皆さん仲良くな警戒はするよね、警戒はされてる、激悪だからね。まあ、そうそう、じゃあとりあえずさ、なんか暇だからさ、あの佐々木さんこれやろうよ、あの、はい、フランチャイズ系のさ媒体のさ、うんうん、偉い人順番にさ、あのオーガナイズしてよ、ここに。これ呼ぶってことですか。呼んでよ。いやなんかね、それね、言ったことあるんですよ、アントネさんとか。じゃあいいよ、じゃあいいの、企業訪問させてってください。あ、いやできれば YouTube 回したいけど、ダメなら、あ、ちょっと僕がお茶したいの普通に。そうそうそう。あ、それは全然 OK じゃないですか。前アントネ言ったじゃないですか。いや、話になんなかったじゃないですか。話になんなかった。いやだけど僕はみんなと仲良くしたいのよ。仲が悪いところも、うん、フランチャイズ業界には必要なんだよ。そうですね。だって言ってるのにアントレだってなきゃダメなんだよ、うん、順番に会いたい。あ、いいですね、うん、キャラだからこれ。会ったら意外と普通の人ですか僕。確かに。そう、それはあの自分が保証します。安心して安心して、はい、意外とちゃんとしてるから、はい、だからみんな安心して渡しましょう。皆さんと仲良くなりたい。じゃあ今日も特に、ね、用事はなかったんですが、ありがとうございました。ありがとうございました。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。
これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、